エントレブッハーキャトルドッグとは、スイス原産の牧牛用の犬種である。この犬種名は、スイス中部の川の名前から取って付けられた。別名は、エントレブッフキャトルドッグとして使われ、季節の変わり目に、それらを敵地へと移動させるために誘導を行ったり、肉牛や廃山羊を、市場や他地域へ売買するために移動させるのを、 手伝ったりしていた。ところが、作業の機械化が進むと仕事が減り、頭数も減少して一時絶滅の危機に陥った。しかし、スイスの中心部で一部の犬がペットとして飼われるようになるとその事態は一変した。親戚の三犬種と共に注目を集めて、ヨーロッパへ進出し、硬い中のワーキングドッグから、華やかな小ドッグへ転身し、 絶滅の危機を逃れることができ、不思議にも公認された。その後、親戚種それぞれの犬種クラブも発足し、ヨーロッパ外でもワーキングドッグとしてやペット、ードッグとして飼育されるようになり、少しずつ知名度を上げつつある。バーニーズほどの人気はないが、愛好家も年々増加してきている。親戚種の中で最も著名なバーニーズマウンテン、ドッグに比べると、 小型で足が短く、さらに瞬足である。耳は、顔の前方についた大きめの垂れ耳で、尾は太くて、飾り毛のある垂れを。かつて、ワーキングドッグとして使われていたものは青短く段を、されていたこともあったが、現在はほとんど行われていない。引き締まったコンパクトなボディで、コートはさらりとした、ショートコート。毛色は、バーニーズと同じブラック地に タンとホワイトのマーキングがあるトライカラー。体高はオス44から50センチメートル、メス42から48センチメートルで、体重は私有ともに25から30キログラムの中型犬であるが、サイズによらず、スタミナがかなり多いため、とても多く運動を必要とする。性格は明るく、友好的で、しつけもよく入る。ありがとうございます。